はい、どうも、ホームカンパニーのカシです。満足です。バンロネコです。はい、ということで、今日は、マイホース・ボーン・デッド・フィリップ、直訳すると、大したやつだと。そういう感じのゲームかな。そういうことなの、これ。大したやつで、これは。なるほど。うん。まあ、体験版なんでね、ちょっとどこまでやれるかわかんないんだけど、はい。ちょっと遊んでみましょうと。うん、はい。ああ、キャラからね。そうね。キャラクター名、カカシで。カシ。髪の毛は、ショートかかき上げしか選べないっていう、高校生のよう部活入ってるみたいな感じだよ。じゃあ、スポーツ狩りか角狩りしか認めないからねっていう。帽子は、選べませんと。どうも、パーカーかポロシャツと。ポロシャツ、あ、色は選べるね。色で。あ、色は選べんだ。あ、色は選べるわ。あ、黒の緑。色はちょっと。まあ、これはちょっとあれね、黒の緑でいこうかな。うん。グローブはね、つけちゃいけないと。お前にはまだ早いって言われてる。ああ、まだ早いと。いつも、うん、あ、色は選べるよ。色は選べる。届くのは素材やな。ああ、これ、あれだね、黒に黒を合わせるっていう幻の陰キャムーブでいこうか。いや、これをブーツも、ソックスも黒でいくっていうね。ソックス。いい。すごいな。いいな。中2の時の俺を思い出すわ、このルックスを。これでいこう。紫黒のソックスはなかなかだけどね。ズボンの丈足りてないのもなかなかだけど。まあ馬と触れ合うゲームかな。そうだね、うん、乗馬思いますね。乗馬したの。乗馬あったね。やったね、うん、楽しかったなあれは。あ、深いね。乗馬したけどね、苦い思い出しかないけどね、俺はね。そっか。馬が勝手に海に行って。俺のね、なんかね、みんなでこう、なんだか6人だっけ、あれ6人ぐらいいたね。うん。でね、乗馬して、俺が最後尾だったんだけどね、周りの5頭の馬はみんな規定のルートを走っているのに、途中にね、海岸沿いを歩きますよっていうルートがあって、で、俺の馬だけ海の中にダイブしてくっていう。マジで思ってるよな。普通にやってるよな、あれマジで、あの馬。泳げると思ったんか。ここでやったら、多分受け取れるわと思ってやってんだろうな、あいつはきっと。ね、他の馬はちゃんと水を、なんなら避けてたのにさ。そう。深井さんの馬だけ入ってったからな。そうそう。海の中にダイブして、俺だけ靴びちゃびちゃっていう。フェイリック両用だったかもしれん。止まったね。一旦再起動か。あ、来た。あ、来た。頑張って読み込んでるのか。いやー、多分俺のパソコン今悲鳴上げてると思うよ、今。残り1週間の命。ここで。はい、頑張ってる、めっちゃ。It is a little rundown, but charming. It only needs a little love. Love that you don't have. You are here as punishment after all. It's unfair, really. All you did was gamble away nearly all of your money. Yeah, 相当クソ野郎じゃないか。深井さんじゃん、もはや。Instead, ギャンブルやつ買わないから。先にやつ買うけど。To teach you some responsibility.親の全財産を先につぎ込み。それはそれでビジネスになりそうだけど。でも失敗したから攻撃転生だって。いや、酒とすすきのに使いすぎたっていうことなんだな、これ。クソじゃねえか。昨日はまずい。酒と女に溺れたやつじゃねえか。ジャクソンだ。お、エロ。This is Jackson. Your old man told me to show you the ropes around here, but honestly, I don't have the time to babysit you.嫌われてんな。なんかちょっと風当たり強いな。そうそう。犬飼ったことあるか。あ、犬飼ったこと、まあ、一応あるばあちゃんちで飼ってたね。おい。ばあちゃんが飼ってたんやん。
後始末は何のこと。あ、後始末ね。ああ、したことないですね。ばあちゃんやってました。誰も君にここに行ってほしくないんだ。そうそうな。家に返してもらえるようにするよ。が汚れないようにね。だろうな。何が汚れないんだろうな。誰は現実主義なんだっけさ。誰だろうな。俺やろうな。ああ、ってことで動けるようになりました。ナロー系ならここからワンチャンねんけど。ちょっとあれか、ステータスオープンでしたらちょっと一回出てくるか。先に出てくる。ステータスオープン。ちょっとオープンメインメニュー。セーブできるの？セーブチートでな。あ、セーブどこでもセーブできるのか。確かに強いな。オートセーブじゃない。なんかおるな。Hey, you must be the boss's kid. I'm Robbie. Pronouns are they them. ボスのアトギさんかな。ロビーよ。アトギかな。次で多分文字化けで出てないんだろうね。どうもアトギさんです。アトギさん。They probably won't bite you right away. You might not know this, but horses actually have a variety of personalities. Of course, some of them won't show it at first glance. So you'll have to. ああ、馬選んでいる。選べるんだね。Before they feel comfortable enough around you. Go ahead and pick a horse. おお、いいじゃん。あの海に突っ込んだ馬みたいなやつにしようぜ。もう覚えてないか色。あれでも黒系だったね。黒っていうか茶色か。茶色系だったね。茶色か。うん、なんか馬の名前覚えてねって言われたけどもう覚えてないね。確かに。おしゃれやん。確かにおしゃれやん。あ、こいついいなぁ。片側だけ。片側だけ。いいじゃない。格ゲーのキャラみたい。これでもテール変えられんの色。え？手紙と色違うってやばくね？やばい、相当ダサいね。これか。え、ああ、手綱。あ、これも色変えれるね。かわいい。ああ、もう緑で。緑？尻尾のリボン。あ、尻尾にリボンつけれる。あ、すげえ。ああ、もう緑で。あ、馬の名前つけれる。もう超っす。なんでやん。海好き。ああ、泳ぐタイプの。泳ぐタイプ。水陸両用ってこういうことなんだろうな。おやつをあげても大丈夫だよ。ああ。確かに、まあ、人参あげると機嫌よくなるって言ってたもんね。うん、人参あげてた人いたもんな。あ、いた。マウスの感度は相当えぐい。24、さすがにおじいちゃんじゃない？おじいちゃんにはちょうどいいんだけど。だと、角だと、人参、人参、人参。人参散らばってるもんな。リンゴ？おお。いいじゃん。あ、だいぶ軽くなったね。うん。あ、ブラシ。ブラシ。地震だ。マジ？うん。気のせい、気のせい。気のせいか？びっくりした。あ、びっくりした。びっくりした。あ？なんか、ギャルゲーみたいなハード出てきたんだけど。馬と恋愛するゲームか。
あの桜の木の下で告白したらこの馬とつけるらしい。最終的に海に連れて行かれるぞ。馬神獣。馬神獣。馬を撫でるっていうのがあるね。4か。ブラシで？そうじゃないか。ああ、きれいにする。何も持ってない状態で、あ、馬を撫でると。ああ、はいはいはい、はい。お。タイミングを見計らって電話が来ると。当分。後ろから行ったら蹴られるって。やってみよう。やってみるよ。反対横にずれる、自分で。できる子やった。あ、乗れる場所が必要よ。な、馬なんて嫌でしょ。帯を使って、クラを購入して。帯購入？購入するの？タブを開いて、トップを、マーケット、SNS、どうだろう。あ、上をずらさないといけないんじゃない？今、SNS のままだから、上の、あれを。これをショップにして、クラを買えと。うん。おー、これが買えるよと。なるほど、クラ単品で。クラ欲しかったー。いなかったんや。これで注文すると。ああ、お金減ったね。600ドルか。来週ぐらいに行こうかな。ドアを動かす。かわいそうだ。買ってこうぜ。あ、テストがあると。ここにチェストがあって、これを取ってこいと。置き配やん。で、裏を持ったまま馬に近づきつけると、しょ、おー、馬に乗る、乗ったな。おー、ロビーに馬に乗る。馬のスキルは自分ないか、あなたを信頼していません。まさか。人柄が出てるな。大したもんだこいつ。大したもんだわ。あ、でもなんか来てるぜ、ジャクソンから。おやおや、メールでも不機嫌なの？うぜえ。あおるね。ロビーに、ああ、直接できたとか。この距離でわざわざショートメール送るのは相当病んでるもん。まあ確かに。顔見たくないって言ってるようなもんだよな。そう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 。よくないね、それはね。うん、で、再び馬を撫でる。喋り続けてますけどね。あいつね、一人ごと多いんだよね、もしからね。レモンブソールなら怒られてた。おお、レベル上がった。で、もう一度馬に乗る。おおおいけんじゃん。ジャンプできるぞ。あ、ジャンプできんの？あ、ダメ、できない、できない、できない。え、R でリルって書いてある。確かに。リルってないよ。R でリルって書いてある。リルれるんか。リルれるらしい。あ、走れないんだ、まだ。走れないね。なんか、手動モードに切り替えてあるよ、Z で。手動いいか。いや、勝手に歩いてんの、こいつ。いや、違う。普通に W を押して歩いてる。え、手動モード変更できないんだけど。あ、じゃあ、自動があるのかね。うん。信頼度が。
まだ早いらしい。絆プラス30、お金プラス25。え、お金もらえるんだけど。めっちゃいいじゃん。え、俺、就職しようかな。日本に乗るだけ。乗ってるだけ。え、いいの？頑張れ、海好き。海じゃねえけど、ここ。お前にいつか綺麗な海を見せてやっからな。フォークラブ。これ、乗馬実際やったら、マジで決意だったな。あ、マジ痛かった、俺も。うん、なんていうの、床ずれじゃないけどさ、ケツがめっちゃ擦れてさ、振動だよね、マジで。ずっとなんか上に、うん、一瞬宙に浮いて、この蔵にケツが当たるからさ。そう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 。うん、サスペンションいるか。いる。いいね。遅いな。アブミはついてたんですか？ついてる、ついてる。全部ついてるっすね。いや、あれでそうよな、なんか弓打ってたとか考えると。いや、確かにな。走ってる時、ね、話せなかったもんな。競馬とかもすげえよな、あのスピードでさ、振動なんて半端ないじゃん、だって。ね、競馬はケツ浮かしてんじゃなかったっけ、あれ。浮かしてんだ、あれ。浮かしてる。前かがみになってるもんね。ああ、そうだね。うん、確かに前かがみだ。え、だとしても結構だよな、あれ。結構と思うけどね。いや、そりゃ結構でしょうね。体感良くないと。あ、来た。これで自動になったらしい。手動か。ああ。手動モードって言って、あ、俺が手綱。おお。引いてる。お、でもスピード上がりがあるよ。いいで。いいで。お。お、12メートル。ここ。あ、や、よくあるよね。こういうの、くるくる回ってる。うん、確かに。馬の歩調を変えずに走る。手動モード S を押したまま、こうか。おー、すごい、地味。で、これで W を押し続けて、最高速度。おー、最高速度。地味。地味だよー。お、出るらしい、そろそろ。まあでも実際こういう感じなんだろうな。ビートアップもできません。あ、レベルが足りん。レベルが足りない。やっぱこうやって馬の調教をしてくってこと。じゃない。結構なんかリアルじゃない。リアルかどうかはわかんないんだけど。確かに。リアルかどうかはわかんないけど。まあでもそういうことなんだ。リアルってなんや。リアルと現実が交差する。いや、俺ダイリーないと乗れなかったな、馬。俺もそれはマジで思ったわ。いや、高いよな。高い。よかった、こいつダイムなくてよく乗ってんの、マジで。ああ、にわかか作ったやつ。おい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 、リアル求めてこうぜ。ちょっと通過。ふぶってる人たち。一回しか乗馬したことないのにね。もう通だからね。車重高フェスで乗れてるんや。お、クラーを外す。おお。ドアは開けっぱで行こう。こっちは違うか。ロビー、馬乗ったぜ。All right. What a day. I
think that's enough excitement for now. You have your own little home here. 専用のチーフの家はここだよ。この自転車の家マジでってる私は重度の蜘蛛恐怖症だから、こういうセムではそこに足を踏み入れられない。Oh, really? Well, I'm not sure what to do in that case. There isn't really anyone to do that for you right now. And no offense, I'm not a maid either. もういいよ、なんだかすっから。冷たいな、こいつ。自分優しかったけどな。あ、ここでは。あ、じゃなかったか、さすがにか。さすがにやね、さすがにか、びっくりしたわ。さすがにあれはやべえと思った。あら、結構立派じゃない？え、そんなバカな。いやいや、まあまあまあ。確かに30メートルまだあるからね。この中にひどい部屋があって。はいはいはい。ちゃんとしてる。いや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 。ちゃんとしてた。ちゃんとしてる。ちょっとカビ生えてるな。若干壁紙派で。カビ紙っていうか壁にカビ？カビだよな、多分。でも十分じゃない？十分だね。ね。うん。え、この家の玄関に、ああどうあったえ、この家俺の家ってこと？玄関両開きなことある？確かにあ、でまた馬に乗るらしい。あ、どうやるか。溶け砂糖、糖尿病になれ。最低だな。ほら、人参でベータカロチンだけ食って逆になんか良くないことになれ。嫌なことしか言わないやん、こいつ。人参やってから砂糖あげるべきやったんで。おいしそう。R でうまいの。これで。知れないのが辛いな。この距離で馬で走ったら相当きついんだろうけど、逆に。確か。え、またお金もらえた。いや、マジで永久就職先じゃん。あ、走りになった、ちょっと。お、お。え、走れた、走れた。どだけ。レベル3で走れた。スプリント。スプリントではない。これ、これスプリント今。これ、実はスプリント今。おお。え、できないって言われた。あ、できない。スプリントはできないんだ。じゃ何ができるの？何もできない。ランニングぐらいの感じ。小走りって書いてある。話しかける。思いっきり下に小走りって書いてあったわ。小走り。本当だ。まあまあ危ないからね、いきなり脱出したら。小走りモードで行こう。ガルさんは乗馬したことあるんですか？ないっすね。バンジージャンプあるのに？確かに、バンジージャンプあるのに。俺それ絶対言ってないと思うんだけど。じゃあバンジージャンプは行ったんですよ。バンジージャンプあったよね。ああ。バンジージャンプ？バンジージャンプ。あんた言うけどしたことないです。え？まだ人狼の時にバンジージャンプしたことあるって言ってたんですけどね。あの時にバンジーのガルネコって言われた。ああ。ブンブンやすさ。バンジーぐらいの高さから上に飛び込んだことはあるけど。じゃあバンジージャンプ。え？じゃあバンジージャンプとは違うと。話しかけられない。おいおい、ファイナルファンタジーなら馬の上からでも話しかけられるぞ。比べるところ違うね。本質でって言われる。You can't take care of horses, let alone the. I think we should try out the paddock. パドック。Horses can be frightful. ジャンプはいける。Don't worry, I'll be right.Well, we're gonna be doing some serious riding, so you should look the part. First and foremost, buy a helmet.
Then we can make our 電話でカスタマイズ。ヘルメット？キャップだよこれ。これじゃあ防御力低いよこれ。なんかそう。これは防御力低いよ。なんかせめてキャスケット帽ぐらいやったらかっこよくつくのに。どうして？あ、じゃあヘルメットを購入したかぶるが俺ついてんな。あ、じゃああれ？ショップ。ショップか。買わないといけないんだ。え、店で買ってないからじゃない。ああ、多分買ってないからじゃん。これを買ったんじゃないの？え、多分それもともとあるんじゃない？だってマーケットでしょ？ショップでしょ？うん。アイテム。あれか？ねえな。あれ、ないな。でも、あったかいこのキルティング生地欲しいの。あんま使うと金なくなるぞ。え、でも、購入して書いてあるもんね。プレイヤーカスタム。マイズしかないよなけど。ないね。ここがめちゃめちゃ光ってるし。はい、じゃあそれでいくか。あれもしかしてここまでで終わり？まさかの。これここまでのパターンないね。なるほどね。まあこんなもんですか。こんなもんですか。あ、何も始まらなかったわ。何も始まらなかった。ちょっとあれよね、もうちょっと遊ばしてほしかったね。この馬の技術っていうと、これはプレイヤーのスキルレベルみたいな感じだよねきっとね。うん、こっちにこの、あ、じゃあこっちが馬のスキルか、馬のスキルでこっちが自分のスキルもあるよっていうのは分かったね。ね。うん。手帳すれば。多分ね、しかもこれ最後にさ、こう、ニューゲームプラスっていう、まあ、強くてニューゲームっていうモードがあるってことは、まあ、なんだかんだレースに出たりとか、まあ、目標のレースがあってそれを達成すればクリアだよっていうシナリオもあるみたいな感じだよね。うん、ウィニングイレブンでは。いや、そういうことはね。ウィニングイレブンに出るための馬を育てるかもしれない。じゃあウィニングイレブン変えよう。いや、もしかしたら万人競馬場に出れるかもしれない。ああ、俺の地元にお前も来るか、万英競馬。ま、とりあえず今日はここまでかな。じゃあ、はい、うん、まあ体験版ねやって、まあ面白そうだなっていうか、画像は綺麗、うん、画像も綺麗だしね。なんかやり込み要素みたいなのもなんか用意されてんだろうなっていうのもあるし、まあ馬が好きな人は、最近はね馬娘の話も最近聞かないけど、うん、本当に馬娘が好きな人は、あ、馬が好きな人はね、まあ、こういうゲームを馬娘からね離れてやってみるのもいいんじゃないでしょうかと。チャンネル登録といいねお願いします。今ならチャンネル登録高評価 100% オフ。次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画もチェックしてね。ほなバイビー。